プラチナの従業員間の衝突。北諸割リージェンシーのガンバスターニッケルインダストリー GNI は土曜日2023年14月14日に発生しました。衝突が起こる前に全国労働組合プラチナのメンバーである従業員の間で会合がありました。金曜日2023年1月13日の会社との GNI 会議では多くの労働者の要求が議論されました。しかし会議の結果については合意に至らなかった。土曜日、2023年1月14日、19.30 現地時間、多くの労働者がプラチナ GNI オフィスに再びやってきました。労働者はオフィスに侵入し、アナーキーな行為を行おうとした。その後、外部の従業員と内部の従業員との衝突が発生しました。治安部隊は労働者が立ち入るのを防いだ。しかし、ミサの数が多かったため、ついに止められなくなり、放火や騒ぎが起こりました。プラチナの2人の労働者、GNI が死亡しました。現地労働者1名、外国人労働者1名。中央スラウェシ地方警察は、先週の土曜日、2023年1月14日に北諸割県のプラチナ、GNI で暴動が発生し、現在容疑者として指名されている17人の地元労働者を逮捕しました。警察の捜査の結果、先導者とみられる容疑者17人は全員、器物損壊と放火の罪で起訴された。航空会は最近、日曜日、2023年1月15日にネパールで発生したイエティ航空の飛行機墜落事故の悲劇によって活気づけられました。カトマンズからポカラへの国内線で総発の ATR72-500 航空機が墜落し、少なくとも68人の乗客と4人の乗組員が死亡しました。これはネパールで過去30年で最悪の飛行機墜落事故です。飛行機が墜落して発火するまでの最後の数秒は、機内の乗客によって作成された1分2秒の Facebook ライブクリップを通じて記録されていたことが判明しました。ビデオ映像では、航空機の客室内では、パイロットやスタッフからの緊急のアナウンスや警告がなく、すべてが落ち着いているように見えます。その後間もなく、飛行機が揺れるように見え、乗客の悲鳴と大きなエンジン音の轟音が続きました。最後まで、飛行機は地面に落ちて発火しました。炎が飛行機のすべての部分を貪り食うのが見られました。月曜日の時点で、避難チームは63人の遺体を発見し、身元確認のために病院に送りました。捜索チームは、イエティ航空の飛行機のブラックボックスも発見しました。コックピット内の音声録音装置とフライトデータレコーダーの調査結果は、捜査官がイエティ航空の飛行機が墜落した理由を特定するのに役立ちます。